ヒューストーンはアメリカ海軍の重巡洋艦。ノーザンプトン級重巡洋艦の5番艦。艦名はテキサス州ヒューストンにちなみ、その名を持つ艦としては2隻目。ヒューストンは1928年5月1日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港する。1929年9月7日にエリザベスホルコムによって浸水し、 1930年6月17日に CL-30 として艦長、JBA 大佐の指揮下収益する。ヒューストンは1931年7月1日に CA-30 へ艦首変更された。大西洋での公試み後、ヒューストンは1930年10月に帰還した。その後艦名の由来となったテキサス州ヒューストンを訪問し、 ハンプトンローズで艦隊と合流する。1931年1月10日にニューヨークに向けて出港し、パナマ運がハワイを経由し2月22日にマニラに到着した。ヒューストンはアジア艦隊の帰還となり、翌年に向けて極東での訓練活動に従事した。1932年に第一次上海事変が生じると、ヒューストンは2月3日に、 アメリカ人の生命及び財産を保護するため上海に向かう。海兵隊及び海軍陸戦隊を上陸させ事態の安定化を支援するとともに1933年11月17日にオーガスタと交代するまで同水域に止まった。この間3月にフィリピン、5月に日本へ親善訪問を行っている。その後ヒューストーンは 偵察艦隊に合流するためサンフランシスコに向かい、続いて太平洋で艦隊演習及び訓練に従事した。第二次世界大戦が始まるまでの間、ヒューストーンはしばしば特別の巡航を行った。1934年7月1日にルーズベルト大統領がメリーランド州アナポリスで上艦し、カリブ海。 オレゴン州ポートランドを経由してハーイまで1万2000回りの航海を行った。その巡航にはヘンリー・エル・ルーズベルト海軍実艦砲も乗艦した。ヒューストンは1935年5月15日に帰艦した。アラスカ海域での短い巡航の後にヒューストンはシアトルに帰艦し1935年10月3日に再び大統領を乗艦させる。 大統領の一行は、休暇のためセロス島、マグダレナ湾、コ,コシ島、サウスカロライナ州チャールストンを巡行した。ヒューストンはまた1937年5月28日に、サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ落成記念式典に参加した。1938年7月14日には、関越式に参加するルーズベルト大統領を乗せ、サンフランシスコを訪れている。 ヒューストンは1938年9月19日に艦隊機関となり、クロード・シー・ブロック少将が座城した。機関任務は12月28日まで継続し、その後偵察艦隊に復帰した。通常の訓練演習任務に就いたヒューストンは1939年1月4日に演習、フリーート・プロブレム XX に参加し、サンフランシスコからノーフォーク、 キーウェストまで巡航を行う。キーウェストでは大統領と海軍作戦部長のウィリアムリー否定ィが上官し演習を視察した。4月7日にテキサス州ヒューストンに到着、続いてシアトルに向かい5月30日に到着した。オーバーホールと成長後、ヒューストンはハワイ文献隊の機関に指定され、1939年12月7日に 真珠湾に到着した。1940年2月17日にメアアイランドに帰還した。再びハワイに戻り、11月3日にフィリピンに向けて出港したが、世界情勢は悪化の途をたどっていた。ヒューストンは11月19日にマニラに到着、アジア艦隊司令官トーマス・シーハート提督の帰還となる。戦争への危機が高まり、 ハート提督は艦隊に戦闘準備を宣言した。真珠湾攻撃が行われた1941年12月7日の夜にヒューストンは艦隊と共にパナイ島からオーストラリアのダーウィンに向けて出航しバリクパパンとスラバヤ経由で1941年12月28日に到着した。偵察任務後ヒューストンはスラバヤで 米英乱号艦隊に合流する。ヒューストンは2月4日のジャワ沖海戦にオランダ海軍のカレルドールマン少々指揮下の艦隊の一部として参加した。艦隊はバリクパパンに向かう日本軍の上陸戦艦攻撃に出撃したものであったが、日本軍基地航空隊の攻撃を受け、ヒューストンは250キロ爆弾の直撃を受け3番砲塔が稼働不能となった。 また、軽巡洋艦、マーブルヘッドは大きく損傷し、後退を余儀なくされた。ドールマン少将は、攻撃を諦めざるを得なかった。ヒューストンは2月5日に、チラチャップに到着。2月10日まで、そこに留まり、それからダーウィンへ向かった。2月15日、ヒューストンは、駆逐艦、ピアリー、オーストラリアのスループ、スワン、ワルゴと共に、アメリカ陸軍輸送船、ミックス、 アメリカ貨物船、マウナロア、ポートマー、オーストラリア船、トゥーラギーを護衛して、ティモールへ向け出発した。同日、船団は、日本の飛行艇の追跡と爆撃を受けたが被害は、なかった。この日は作敵を行った日本軍、東港空の大艇のうちの一機が、ティモール海で、巡洋艦一隻、駆逐艦三隻、輸送船四隻を発見後行方不明となっている。 翌日、日本軍機による攻撃を受け、資金弾で、ミエックス・マウナ・ロアが損傷した。この日は、日本軍は東港空の大抵10機と一空の立港35機による攻撃を行っていて、輸送船3隻を大破させたとしている。この後船弾はダーウィンに引き返し、2月18日に、そこに着いた。日本軍は、ジャワ島占領を目的として、 陸軍の上陸船団と従順洋艦を中心とした高木武雄少将,将を指揮する第五戦隊を派遣する。その方を受けたドールマン少将,将は上陸を阻止するためヒューストン、パース、デロイテル、エクセター、ジャワ及び10隻の駆逐艦からなる艦隊で1942年2月26日に出撃する。艦隊は4隻の巡洋艦及び13隻の 駆逐区艦からなる日本艦隊と遭遇した。翌27日のスラバヤ沖海戦で、米英乱号艦隊は奮戦したものの、航空援護の不足及び通信障害のため苦戦に陥った。両艦隊は夕方に遭遇し、17時45分に人数が砲撃を開始した。両軍は砲撃戦を開始し、日本軍は18時38分、エクセターに命中弾を与える。 エレクトラはエクセターを援護する間に攻撃を受け大破する。18時45分にはコーテニアーに魚雷が命中し、沈没、米英乱号艦隊は戦場を離脱した。エレクトラは19時54分に沈没した。両軍は夜戦に入り、22時55分にジュピターが食雷し沈没した。その後エンカウンターはコーテニアーの生存者救助にあたり、 エクセター特築艦4隻はスラバヤへ退避した。護衛の駆逐艦がなくなったドールマン少将の艦隊は日本軍のジャワ進行阻止のため最後の攻撃で北へ、向かう。翌28日の0時33分に艦隊は再び日本艦隊と遭遇した。両艦隊は並列して航行、砲撃戦を開始し、日本艦隊は30分後に魚雷攻撃を開始した。 12本の魚雷が放射状に発射され、デロイテルとジャワに命中、両艦は爆発、沈没した。ドールマン少将は、デロイテルと運命を共にした。アルバート・ルックス・大佐、ジョージ・レンツ・中佐、ドールマン少将は戦死する直前にパースとヒューストンに交代を命じた。両艦は交代したが、翌日未明、バンタム湾に向かい、日本軍輸送船団への攻撃を試みた。 湾にあった2隻の輸送船の方向に接近したが、この時点で輸送船団の警戒に当たっていた駆逐艦吹雪に発見されており、吹雪から発射された9本の魚雷に続き、第5水雷戦隊、第7戦隊との戦闘が始まる。両艦は多くの魚雷攻撃を受ける。両艦は輸送艦1隻を撃沈し、3隻を引き返させた。日本の駆逐艦隊は、 すんだ海峡を封鎖し、二隻の巡洋艦は湾に閉じ込められることとなった。ヒューストンとパースは、最上、三熊との砲雷撃戦となる。パースは23時36分に攻撃を受け、砲撃と雷撃を受けた後、約1時間で沈没した。その後、ヒューストンは雷撃により、航行不能となるまで単独で戦うこととなる。 この戦闘でヒューストンは3隻の駆逐艦に命中弾を与えたものの、やがて機関室に被弾して蒸気は艦内に噴出した。3本の魚雷が命中し、そのうちの1本は手砲の動きを事実上止めた。アルバートルックス艦長は0時30分の直撃弾により戦死した。しぶとく浮いていたヒューストンではあったが、2時に駆逐艦式並みからの止めの魚雷が命中した。 この時、複砲等が沈黙していなかったので、ヒューストンに対して、サーチライトを照射して、機銃射撃を行った。数分後にヒューストンは横転、沈没した。全6 1名の乗組員のうち368名が、生き残り、捕虜となった。ヒューストンの生存者のほとんどは、タイビルマ国境地帯において、対面鉄道の建設に従事させられ、 過酷な環境により79名が死亡した。ヒューストンの運命はほぼ9ヶ月間不明のままであった。その真相が明らかになったのは、ヒューストンの生存者が捕虜収容所から解放された後のことであった。ルックス艦長はその英雄的行動により名誉勲章を受賞した。ヒューストンの従軍牧師であったジョージ・エス・レンツは海軍十字章を受賞した。彼は、 第二次世界大戦で海軍十字章を受章した唯一の従軍牧師であった。ヒューストンの乗組員はオーストラリア、メルボルンの戦没者慰霊党でパース乗組員と並んで祀られている。また、ヒューストン市民はヒューストンの感銘をよみがえらせるべく、県間再建の応募に殺到し、大勢のヒューストンの若者が海軍に志願した。ヒューストンは先代を称えるべく、 もともとビックスバーグの艦名で建造されていた、クリーブランド休憩巡洋艦の一艦を解明して、収益した。ヒューストンは、第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞、及び、主君部大賞を受賞した。映画、戦場に架ける橋のシアーズ中佐はヒューストンに、上官していたという設定であった。ありがとうございます。